皆様、こんにちは。EA 所属のライター E さんです。本日アメリカは5月の18日、招待者限定で、デスティニー2の公開デスティニー2のお披露目イベントがありました。で、幸いなことにアクティビジョンさんから招待をいただきまして、参加してきました。いや、すっげえ楽しかった。マジ楽しかった。いや、ほんと楽しかったよ、デスティニー2。イベントも最高。会場には PS4 Pro での、PVP とストライクの撮影が許可されていたので、ゲームプレイをキャプチャーしてきました。これは PVP の新ルール、カウントダウンでのプレイ動画です。Defend the charges or defeat your opponents。 マッチに参加して気づいたんですけど、ボタン配置を普段の自分のボタン配置にしておくことをすっかり忘れてして、急いでジャン、向きとか変えたり、ジャンパーにしたりしたんですけど、自分は PS4 の方でもボタン設定をいろいろ変えてるんで、ちょっと、ただのジャンパーだけじゃ馴染まなかったですね。このルールはですね、4対4で、攻撃側と防御側に分かれまして、マップの2箇所に置いてある爆弾を守るか爆発させるかと使います。これ今見てもらったんですけど、フュージョングレネード、くっつき方は以前と同じなんですけど、威力はもう半減されました。半分近くなりました。PVP デザイナーラーズ・バッケンさんとインタビューする機会があったんですが、彼曰くサンドボックスのデザインをするときに、今までと違い、一発でガーディアンをキルできるのは、スーパー C とヘビーウェポンの代わりとなるパワー武器、パワーウェポンのみとなります。今持ってる武器は新しい武器カテゴリーのサブマシンガンですね、 SMG です。これの確かエキゾチックかな。今回3キャラクターが各ブースに用意されていて、で3キャラクターごとに持ってる武器は違ったんですよ。今爆弾を設置しました。でこの爆弾が爆発するまで、ここを守りきれたら勝ちです。それから敵を全部倒したら、ここ普段の自分だったら R1 で射撃ができるんですけども、これさっき話したように R 設定が R2 なので、あれ撃てねえぞ撃てねえぞって思ってずーっと R1 で連打してたんですよね。で、最後に R2 だって聞くことに思い出して、いや恥ずかしい。自分がやった後のプレイ動画を自分でコメントつけるって結構恥ずかしいね。Hold the line. Defend those charges.たまたまフュージョングレーくっついたんですけどね、本当はまた射撃ボタンとグレネードのボタン間違えただけです。でこれは、ヘビー、新しいヘビーというのは、パワー武器ですね。これ取れるのは1人、1人のみです。この自分が取っても周りに誰かいたとしても取れるのは自分だけです。で今タイタンが使ったのは新しいクラス固有のスキルですね、シールドです。でね、どう壊せばいいか分かんないのでとりあえず逃げました。近接攻撃って、ダメージがかなり下がりまして、キルするまでに3回殴る必要があります。もう右下の黄色いものを見てほしいんですけども、このルールではこれを消費することで、味方を蘇生できます。で、各キャラ1回しか持てません。先ほどの黄色いの、トークンというんですが、トークンを持ってるまま殺されて蘇生してもらっても、その時にはトークンは消滅しています。なので、トークンを使える人は、まだ殺されてない人、かつまだ誰も蘇生していない人のみになります。蘇生が今までのルールと違ってすごく重要な鍵を握るようになって、なかなか戦略性が高くてこのルールすごく面白いです。自分の中ではかなりヒットしましたね。今すぐデスティニーにも欲しいぐらいです。
Your charge is set. Let them come. Guardian down. このルールはですね、たとえ自分たちのチームが全身だとしても爆弾を起爆さえできれば勝てるので、まあ、極端な自分たち全身だとしてもすでに爆弾を設置していて爆弾が爆発するのが、敵に解除されるよりも早ければ自分たちの勝利になります。今はこれ自分のチーム全員死んでるんですけど勝ちました。なので、待ってるよりも突っ込んでっておとりになった方がいいなと思って突っ込んできました。タイタンが、SC を使ってハボック打ったんですけども、今回から全ての SC が持続性になりまして、ハボックは最大4回で、ハボック中のみ、ショルダーチャージができるようになりました。今度はウォーロックの新しいですし、ドーンブレイカーです、まあ、明らかにスカイリムですよね。でこれ剣がね、結構ね、かなりの剣みたいな追尾してくれるのかなと思ったら、最初はちょっと相手の方向いてくれるんですけど、その後なんかどうも自然落下してってますね。あんまり追いついてくれないもんなんで、遠くから撃つよりやっぱちゃんと近づいて使った方がいいですね。今までの特殊武器だったショットガン、フュージョンライフル、スナイパーライフル、これらは全部、パワー武器、新しいヘビー枠に移りました。あとロケットランチャー、グレポン、これらも、パワー武器の中に入っています。で、今度から、敵も味方も SC を発動すると、全員に、6が出てきます。発動したと。1 minute。では、まあ、トリプルレックやプラネット、元プラネットデスティニーのホルツマンなど有名人もたくさんいまして、彼らとも結構話をしてたら、みんな剣が同じだったのが、ハンドキャノンどうも今キルタイム遅いんじゃないか疑惑がありまして、でスカウトライフルとあと、サブマシンガンの組み合わせ、もしくはオートライフルとサブマシンガンの組み合わせが結構強いなという意見で、多かったです。Defuse it now. Guardian down. そう、デスティニー2ではショットガンがまたあのヘッドショット判定出るようになりましたね。今のデスティニー1でしょ。でこのルール先ほど見ましたが、ね、爆弾を解除したら勝ちなので、あんまりキルが得意じゃない、打ち合いが得意じゃないっていう人でも相手の裏を取って爆弾を解除したらチームが勝てるんで、そういう貢献の仕方もあります。セットチャージス and protect them with your life。Charge set. Now to battle.
Defuse your charge. Defend the charges and defeat your opponents.Enemy charge set. Defuse it now. Guardian down. Guardian down. You defused the charge.Good! Let's deploy a fresh one. これタイミング良すぎでしょ? Victory is within your grasp. Set a charge!このラウンドでは、初めて、固有スキルの使い方が分かったので使ってみました。効力はですね、なんとこの固有スキルのエリア内だったら、攻撃の威力が上がるか、もしくは、生命力にシールドがつくか、つまり祝福と、光の武器どちらかを自分で使えるようになります。いやディフェンダータイタンの役目どうなのかな。この固有スキルの使い方はですね、しゃがみボタン長押しなんです。で、これどうやってずっと使うんだろうと思って結構プレイしながら、説明書を読んでたんですよ。で、ようやく気づいて使ってみました。結構これ使いますね、特に祝福が。あとサブマシンガンと暴力の光の天使組み合わせいいですね。デスティニー1でも光の天使とドクトリンとかの相性良かったですけど、デスティニー2でもなかなか相性のいい組み合わせだと思います。エネミーはセットチャージ。Make them regret that. ガーディアンダウン。でもこれ本日2回目のね、ドンブレイカー。今度はね、ちゃんとね、剣道はどういう動きをするかを覚えたので、ちゃんと狙ってみました。で、爆弾を解除して、勝利しっていうところですね。で、この大ちゃん来た瞬間、もう分かりましたよね、この運命を。いや、突っ込んできた大ちゃんっていうのは、もうイコールこれだよな。でも、先に、6回選手すれば勝ちです。でね、このルール長いんですよ。とにかく長くて長くて、会場がなかなか、予約した時間を超過しちゃって、結構終盤あたり1時間待ちとかにもなっちゃってて大変でしたね。このルール正直すごい面白いです。戦略性とかがすごい面白いです。ただ先に4勝とか 3勝4勝ぐらいでいいんじゃないかなと思いましたね。まあ、以上デスティニー2実際に、PVP を体験してみた感想動画でした。この後、まさかまさかの、相手にトリプルレッグが、世界ランカーが来ることになるんですが、その動画は今度あげます。それでは以上ここまでです。ありがとうございました。